何者か。俺はイグニールの息子だ。ドラゴン子だと。その本はもらう。フェイスも止める。ほう。だからお前をぶっ倒す。あまり調子に乗られるのも気に食わんな、人間よ。マルドギールが邪魔だと思っているのはドラゴン、お前ではない。消えよ、ドラゴンの子よ。くそ。スティング、ローグ、ナッサン、一緒に戦おうぜ。三人なら奴を倒せる。それは明暗だ。だが断る。何？これはイグニールから頼まれた仕事だ。俺一人でやる。ふざけんなよ、こんな時に。じゃあこうしようぜ。俺たち総竜とナッサン、どっちが先にあいつを倒すか勝負だ。何？先にはやらせねえ。やらせねえぞ。共闘できる。空にドラゴンが2頭、目の前にドラゴンの子が3人、まだいる可能性もある。我が城を好き勝手に飛び回りおって、マルドギールは久しく忘れていた感情を思い出した。怒りだ。よかったな、これで人間に追いついた。生きていたとは。深い。おお、やっと口を開いたか、アクノロギア。貴様を我が敵と認識、滅流する。ふっ、燃えてきたわい。まずお前をぶっ倒す。そんでイグニールに全部話してもらうんだ。燃えてきたぞ。茨の園。白龍の矛。
弱戦。熱流奥義ホーリードマ、平流の音、下流の絶景、感情は思考を鈍らせ、長らく制御できていたつもりだったのだが、マスター ELD、 しばらくお待ち。怒りという感情は特に良くない。時に自分が自分でなくなるから。さて、自分という子が相違するとはどんな状態であろうか、考えるだけでおぞましい。マルドギールはマルドギールだ。冥王と呼ばれ、マスター亡きタルタロスを預かっている。この感情は再び忘れなければならない。貴様らの存在とともに。なんだ、不気味な力を感じる。来るぞ。少しだけ見せてやろう、マルドギールの力を。イバラ、カリューの絶景、イバラスティング、いくぞ。やせろ、ナツさんがアシスト。いくぜ、エリューの強敵と認めたのか。白竜の音、いくぞ。グレン・ホーウォーカーン、シャドウ・レイ、ガリューのホーウォーカー、ホーリー・レイ、それが限界なら諦めた方がいい。まだエーテリアスフォームを出してないのだよ。逃がしはせん。逃げもせんし、逃がしもしない。ここなら思い切り戦える。お前を倒すために俺は戦う。貴様は破壊されるのだ、この我に。陸中の魔力を消して何がしてんだ。おや、言ってなかったかな。魔力が消えることで END の封印が解かれるのだよ。あの本か。今はあのような姿だが、 END はタルタロスのマスターにしてゼレフ書最強の悪。 END が復活することで我々はゼレフの元に行ける。下船だ。行きたければお前一人でも行けばいいだろう。ゼレフがなぜ我々を想像したのか考えてみたことはあるかね。我が部下たちは誰一人として気づいていないがね、我々エーテリアスにはゼレフの元に帰るという強い脅迫観念のようなものがある。遺伝子レベルの命令なのだ。ゼレフの元に帰る、ゼレフに会いたい、ゼレフのために。これらの感情、これは全て一つの真実に帰結する。ゼレフは不老不死となった自らを呪い死にたいと願った。その願いの行き着いた先が
自分を殺せる存在の創造、ゼレフを殺すために生まれし、それがゼレフ書の悪魔。 END はその最高傑作だが、何があったのか、こうして再び本に封じられてしまった。魔力があふれるアースランドにおいて、絶対に解かれることのない封印によって、しかしその封印もフェイスによって大陸中の魔力が失われる時に解け、 END は復活する。そしてゼレフを倒す。それが我々の願いである。ゼレフの願いでもある。ゼレフを倒すための戦い。そんなよくわからねえことに人間を巻き込みやがって。君たちが目的地まで歩くとき、道端の雑草をわざわざ避けて歩くため、冥府に咲く監獄の花。氷、これ俺のマフラー。拾ったんだ。大事なもんならもう話しちゃいけねえ。グレイ、グレイさん、この魔力、貴様何者だ。お前を倒すためにここに来たデビルスレイヤーだ。デビルスレイヤーだ。なんだそれは。滅竜は竜を撃ち、滅人が神を撃つとすれば、悪魔を倒す魔法だ。これはシルバー。いずれ裏切ることは分かっている。アイスメイク、それがどんな形になろうか。グレイも来たし、ガリューの鉄拳イバラ。花はいくらでも呼べるのだよ。冥府に咲く監獄の花。ナツさん、グレイさん、遅くなってすみません。ウェンディ、大丈夫か。ボロボロじゃねえか。私決めたんです。もう諦めたり立ち止まったりしません。ああ、俺たちは止まらねえ。ずっと進み続ける。前に。人間が何人集まろうと、マルドギールの敵、連着
戦。そこだ。茨の園。冥府に咲く監獄の花。砕け散れ氷河。テロの覇権。そこだ。茨の園。冥府に咲く監獄の花。白龍の鉄拳。アイスメイクハンマー。その力、マルドギールの真の姿の前でも通用すると思っているのかね。400年ぶりに END が目覚めるのだ。マルドギールも目を覚まそうではないか。我が名はマルドギール・タルタロス。冥府の王にして絶対の悪魔。夏。ああ、分かってる。フェアリーテイルの名にかけてお前を倒す。来い、人間ども。これが最後の戦いだ。悪魔に背いた人間の末、見せてやろう。エア・ユグドラシル。これがタルタロスの向こう側の世界。これがタルタロスの向こう側の世界。
かせろ。こういって燃えろ。兵竜の天竜の逆撃。楽しませてもらった人間の魔導士。その昔、一なる魔法により魔法は誕生した。やがて魔法は多種多様の系統へと発展していった。その歴史の中で END は魔法の新たな可能性を見出した。呪法、その力の源は呪い、恨み、妬み、憎しみ、その全ての負の感情が力となる。生命の本質に基づいた力。くだらねえな。だったら魔法は未来を作る。魔法に未来はない。呪法こそが全てにおいて上位の力。煉獄へ。これぞゼレフを滅するために編み出した究極の呪法、死の記憶、メメントモリ。不死なるゼレフを殺すには生と死という概念ごと破壊する。この呪法を受けた者には生も死もない。ただ消滅する。永遠に無となれ。完成したぞ、究極の呪法メメントモリ。あとは END が復活すればあなたゼレフを破壊できる。バカな、半身が悪魔化している。シルバーの力か。我が究極の呪法を防いだというのか。未来を作るために俺にできることは、夏を信じる言葉。人間ごときにグラー。削り取ってやろう、貴様らの感情までも。天竜の逆撃。メスリウオキローグ、力を借りるぞ。悪英雄の稼ぎぬ。英雄のシャドウプレス。死の記憶エベントモリ。遅れてごめんなさい。ルーシー、謝るとこじゃねえ。うん、あいつを倒すんだ、みんなの力で。今さら精霊魔導士が一人増えたところで何ができる。バカにすんな、ルーシーは強えぞ。
これで決める。いっけ。守る。人間ごときのこのマルドギールが。アーブス。ありがとう。愛が精霊を強くする。レグレスインパクト。白龍の方向。熱流王妃クライ、全爆雷で。ルーシー記念日。白龍の鉄拳。守る。こうなれ、何度でも刻み込んでやろう、死の記憶。死の記憶エメントモリ。最高だぜ、この感じ。ドラゴンフォース。イグニール直伝熱流奥義知らぬ言い方。様の肉体ごと破壊してやる。もう魔力ゼロだ。消えろ。けど俺は信じてる。グレイ。ヒューマンゼロの波及。やったな。いや、まだだ。 END を破壊しなきゃ。俺はそうだった、あの本取ってこいってイグニールに言われたんだった。悪いが破壊する。
ふざけんなよてめえ。ふざけてんのはどっちだよ。こいつがタルタロスを作った、そしてゼレフ署の悪魔の頂点にいるやつだ。破壊できるうちに破壊しておくべきだろう。イグニールと約束したんだ、その本をよこせ。断る。なんだ、まさかフェイズが。魔法という抗う術がなくなっている。チェクショめるな、人間たちよ。フランディーネ、メタリカーナ。死んだはずのバイスロギアの気配を感じる。スキアドラムもいるのか。解放されしドラゴンがイシュガルの空を待っておる。こんな奇跡、すげえ。次に消えていくドラゴンたちが大陸中のフェイスを壊して、 END の復活は阻止された。我々の勝利だ。バイスロギアは生きていたのか。スキアドラムもメタリカーナもグランディーネも皆ドラゴンスレイヤーの体内にいた。秘術によって体内にて眠っていたというべきか。そうだ、そういやそれ聞いてなかったぞ。なんで体の中にいたんだよ。俺は食った覚えはねえぞ。それには二つの理由があった。一つはこやつ、アクノロギアのようにドラゴンスレイヤーの完全なる流化を防ぐため。もう一つはこいつを片付けてからだ。本を手に入れろ。こいつのことだろ、 END の証拠。グレイ、約束したんだ、必ず END を倒すと。消えた。この本は僕のものだ、返してもらうよ。大事な本なんだ。僕は今日君と決着をつけるつもりでいたんだ。ああ、だがアクノロギアという邪魔が入った。彼がもう一度歴史を終わらせるのか、奇跡が起こるのか、僕にはわからない。何言ってやがる。もしもこの絶望的な状況を生き残れたら、その時は僕がさらなる絶望を与えよう。あの野郎、本を持っていけやった。ゼレフ、
今のうちに言っておくことがある。イグニール、我々ドラゴンがドラゴンスレイヤーの体内にいたのには二つの理由があった。一つは話した通り、お前たちの流化を防ぎ抗体を作るため。それによってお前たちは今後流化する恐れはほぼなくなったと言っていい。今までいかなる時も姿を現さなかったのはこの抗体を作っていたからだ。そしてもう一つの理由は、我々の負の遺産アクノロギアをこの手で倒すため木を伺っていた。その話は後って言っただろう。待ってろイグニール、今火星に行くからな。来てはならん、アクノロギア。やはり予想以上の強さ、巻き込まれるぞ。構われ、俺とイグニールが組めば無敵なんだ。俺はこの時を待っていた。アクノロギアをこの手で葬るこの瞬間を。過ごした日々が一番の幸せだった。人を愛する力をもらったんだ。イグニール、約束破るなよ。俺ずっと探してたんだぞ、ジン。書けるようになったんだ。魔法ももっと使えるようになった。友達もいっぱいできたんだ。仕事もやってる。俺はもっと話がしたいよ、グリル。グランディーネ、シャルルが一緒だったから。ありがとう、バイスロギア。スキアドラム、
エグニール。泣くな、夏。ほら、悲しい時はどうするんだ。教えただろう。分かってる。じゃあやってみろ。立ち上がるんだ。俺はずっとお前と一緒にいる。今までもこれからもずっとだ。もっと見せてくれ、お前の成長を、お前の生きる姿を。ああ、俺はもっと生きていく。俺はもっと強くなる。俺がアクノロギアを倒してやるんだ。そうだ、未来を語れ。それが生きる力だ。ハッピー、貯金あといくらある？13万ジュエルだよ。少ねえな。あい、金庫盗まれなかったらいっぱいあったのに。お魚10年分くらい。まあ、なんとかなるか。はい。問題はこれだな。グレイ様。ジュビア、お前つけてきたのかよ。ごめんなさい、ごめんなさい。ジュビア、どうしても言っておかなきゃならないことがあって。お父様を操っていたネクロマンサーを倒してしまったのはジュビアなんです。お前が？ジュビアはもうグレイ様を愛してはダメなんだと思ったんです。ジュビアはお父様を殺したんです。お前が！ありがとう。ごめん。ごめんな。グレイ様。暖かいです。EMD を倒す。はい。Thank you.
嫌な記憶を思い出してしまった。今頃震えが、裏切られ、騙され、集大を晒した。それでも私は人を信じていけるのだろうか。お前なら大丈夫だ。大丈夫。お前は人の強さも弱さもよく知っている。前へ、光の道をただただ前へ。俺たちは闇の道を行く。ゼレフを倒すために。だがその道はいずれ交わることもあるかもしれない。その時は俺たちを消し去るくらいの輝きでいてほしい。進め、エルサ。震えが止まった。さては、夏とハッピーね。また、私の部屋に勝手に。あれ、手紙？この汚い字。ハッピーと一緒に修行の旅に出る。1年くらいしたら戻るから、みんなによろしく伝えといてくれ。じゃあな、ルーシー。ナッツ&ハッピー。何よこれ。ガキどもは自らの道を選び歩いていく。これが一つの時代の終わりじゃ。フェアリーテイルを解散させる。羽ばたけ、ガキども。みんな、ごめんな。俺はもっともっと強くなって帰ってくるから、みんなを守るために。僕を超えてみるんだ、夏。いや、エーテリアス・夏・ドラグニル。